どうも、クラキアです。今回は VTuber になろう第2弾ということで、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。こんな感じで僕の声を女の子っぽく変えることができるんですね。今回はこのやり方を紹介していきます。前回の動画でキャラクターを OBS に載せて APEX を YouTube で配信するところまで紹介しているので、気になる方はそちらもぜひご覧ください。それでは早速やっていきましょう。最初に声を変えて配信するために事前準備が必要になります。事前準備として恋声の設定、恋声は今回ボイスチェンジをするのに必要なソフトになってます。 OBS のインストール、これは配信するときに必要になります。 OBS でのマイク設定、ノイズ抑制の設定が必要になります。 VB オーディオバーチャルケーブルのインストール、これは仮想オーディオケーブルとなっています。仮想オーディオケーブルっていうのは PC 内のアプリの音声の入出力を別のアプリに入出力するためのデバイスです。ちょっと難しいんだけど、これをしないと恋声でボイスチェンジした音声を配信に載せることができないんですね。恋声の設定や VB オーディオバーチャルケーブルのインストールについてはこれから紹介していきます。 OBS のインストールについては別の動画で紹介しているので、そちらをご覧いただければと思います。今回使用する恋声や VB オーディオバーチャルケーブルはどちらも無料で使うことができます。ただ恋声は MacOS 非対応となっているので気をつけてください。それでは今回使用する恋声と VB オーディオバーチャルケーブルの準備をしていきます。まずはボイスチェンジで今回使用する恋声をダウンロードしていきます。ホームページのリンクは概要欄に貼ってあるので、そちらをご覧ください。恋声を簡単に説明すると、リアルタイムで声の高さと声の性質を変えることができるソフトなんですね。男性の声を女性のように、逆に女性の声を男性の声に簡単に変えることができるようになってます。恋声のページの下に行くとダウンロードのリンクがあります。これですね。基本的には一番上のものをダウンロードしてください。ダウンロードが終わると左下にこういった感じで圧縮ファイルが表示されるので、これを選択してください。フォルダの中にこういったファイルが入っているので、この中で恋声括弧 X64EXE と恋声 EXE というファイルが2種類入っていると思います。これは使用するお使いの OS によって変わってきます。自分が使っている OS が 32bit の場合、Windows 32bit ですね、その場合は下の恋声 EXE をダブルクリックしてください。 64bit を使っている方は上の 64EXE を開いてください。どちらかわからない方は Windows の左下このスタートボタンを右クリックしてください。そうするとこういったウィンドウが出てくるので、その中のシステム、これを選択するとこういった画面が出てきます。この中のシステムの種類というところを見ていただければわかると思います。この PC は 64bit になっているので、この X64EXE ファイルをダブルクリックします。そうするとね、こういったウィンドウが出てくるので、全て展開を押してください。はい、出てきます。これも展開、ダウンロードフォルダーに展開したファイルが格納されています。これで恋声の準備は以上になります。続いて VB オーディオバーチャルケーブルのインストールをしていきます。ダウンロードサイトから使っている OS のものをインストールしていきます。使っている OS が Windows なので、 Windows マークを押すと左下にダウンロードファイルが表示されます。それを選択するとこういった画面になるので、この中から EXE ファイルを選択してダブルクリックしてください。そうするとこういった画面が出てくるので、全て展開を押します。展開、そうするとね、ちょっとアイコンが変わったのがわかると思います。こちらもお使いの OS に合わせて 32bit の方はこちらの上の VB ケーブルセットアップ EXE ファイルを選んでください。 64bit の方はその下の VB ケーブルセットアップ X64EXE ファイルを選びます。そしてここでダブルクリックしてしまうとこういった画面は出るんですけど、ドライバーをインストールするボタンを押した後にこういったエラーが出ちゃうんですね。なので必ず右クリックをして、上から2番目にある管理者として実行っていうところがあるので、ここからインストールするようにしてください。はい、こういったウィンドウが出るので、はいを押します。そうすると先ほどの同じ画面が出るんですね。右下のインストールドライバーを選択すると、今回はちゃんとインストールできましたっていうね、
このウィンドウが出てくるので OK を押してください。これで無事インストールを終わることができました。インストールが終わると再生デバイスが自動的に VB オーディオバーチャルケーブルに設定されてしまうことがあるので、使用しているデバイスになっているかを確認していきます。その方法はタスクバーの右下にあるスピーカーのアイコン、これを右クリックしてください。そして一番上のサウンドの設定を開く。そうするとこういった画面が出てきますので、右側のサウンドコントロールパネルを選択してください。そうするとこのサウンドウィンドウが出てくるので、そのタブの再生を押して下に行くと、今接続しているレイザークラーケン V3 のデバイスが選択されています。あと同じように見てください、この VB オーディオバーチャルケーブルも緑のマークがついて選択されてしまっているんですね。これをどちらかに選択する必要があるので、今回はスピーカーのクラーケンを選んでから規定値に設定をします。そうすると VB オーディオバーチャルケーブルから緑色のチェックマークが外れてクラーケンのみになります。これ下見ると分かると思いますけど、今クラーケンだけが選択されている状態です。そして OK、 これでインストールは終了です。それでは早速恋声を使っていきましょう。恋声を開くとこのような画面が出てきます。まずは設定から見ていきましょう。右下の設定ボタンを押してください。そうするとこういったウィンドウが出てくるので、一番上の録音デバイスのプルダウンから接続されているマイクを選択します。今回はシュアーの MV5 選択します。そして再生デバイスはクラーケン V3、 はい、これですね。この2つを設定できたら OK を押してください。次に左上の選択を見ていきます。方法の選択っていうところがあるんですけど、その中で TD-PSOLA 単音向けが選択されているかを確認します。これはピッチとフォルマントを別々に調整することが可能で、男性から女性、女性から男性の声に変換に適しているんですけど、声以外の BGM などが入ってしまうとうまく変換できなくなってしまうんですね。下にあるフェーズボコーダーっていうのはピッチとフォルマントが連動して変化する仕様となっていて、これはどんな楽曲でもピッチの変換が可能になっています。なので声や歌のピッチ変換には TD-PSOLA、 伴奏などのピッチ変換はフェーズボコーダーがおすすめです。それでは声を変えていく方法を紹介していきます。まず最初に見ていただきたいのはこちらの声の高さと声質の調整の部分ですね。この MWWM っていうのが Men Women Women Men の略ですね。これを押すと男性の声が女性になります。そして隣にあるボタンを押すと女性の声が男性になります。ピッチは声の高さを調整するもので、数値が大きいほど声が高く、低いほど声が低くなります。ただし注意してもらいたいのが、デフォルトの 200% よりも超えてしまうと機械のような声になってしまってノイズもかなり大きくなってしまうんで、最大でもデフォルト200より数値を大きくしないことをお勧めします。次にフォルマントです。これは声の性質を変えるものになってます。ここから自然な声になるようにピッチやフォルマントを調整していきます。キーボードのコントロールをしながら1から4の数字どれかを選択すると設定した内容を保存することができます。再度呼び出すときは1から4の保存した番号をクリックしてください。恋声は1回閉じると設定が初期化するので、閉じる前に必ず保存をしてください。続いてエフェクトについて、画面のここの部分にエフェクトボタンがあるんですけど、これを選択するとこういった画面が出てきます。上半分はイコライザーの設定になっていて、下半分がリバーブの設定になっています。イコライザーは特定の高さの音量を大きくしたり小さくしたり設定できるもので、リバーブはカラオケでいうエコーのことを指しています。これは主に音をなじませる目的として使うことが多いですね。僕は結構ね、設定ここ迷ったんですけど、この C0 と C10 を下げることによってノイズがかなり減ったので、僕はこういった設定にしています。そして中域のこの C3 と C4 を少し高めに設定して使っていますね。そしてリバーブについては、そこまでかける必要もないので、ここはもうググッと下げて使ったりしています。ただここは話す方の声の音質によってだいぶ設定値が変わってくるので、あくまで参考値としてこれは見てください。全ての設定が終わったら、ここの EQ を有効にする、そして下のリバーブを有効にするのチェックを入れて、そして閉じます。
これで恋声の声を変える設定は以上となります。次に恋声で録音する方法です。右下の設定を開くとこうやって画面出てくるので、この真ん中ら辺にある出力ワブダンプの保存先、このボタンを選択してから保存先をまず選択してください。そしてこのウィンドウを閉じます。続いてはこの画面の左下にある出力音声をファイルに保存するにチェックを入れてください。これができたら入力欄にあるマイクアイコン、これを押すと録音が開始されます。録音が終わった後停止したいときはこちらの停止ボタン、これを押してください。設定については以上になります。それでは配信できるように OBS に取り込んでいきます。今回はカリドフェイスと APEX を取り込んだ状態から始めていきます。それではまず恋声を立ち上げてください。立ち上げた後右下の設定画面を開いて、再生デバイスからケーブルインプット VB オーディオバーチャルケーブルを選択します。そして OK、 恋声の設定は以上です。それでは次に OBS の設定、ソースの左下プラスマークから音声入力キャプチャーを選択します。そしてデバイスはこれもケーブルアウトプット VB オーディオバーチャルケーブルを選択します。そして OK。 この後恋声に戻って、この入力欄にあるマイクアイコンを押すと来ました。ボイスチェンジした声が OBS に取り込めましたね。これでインジケーターもちゃんと触れてます。ここまでできたら次は OBS に戻ってボイスを右クリックしてください。そしてフィルター、音声フィルターのウィンドウが立ち上がるので左下のプラスマークを押します。この中のノイズ抑制、これを取り込んでください。設定はデフォルトにしておきます。そして閉じます。これをすることで声に入るノイズを多少抑制することができるようになります。これで設定は以上になります。こちらが実際の配信画面になってます。配信始めてから最後まで声もずっと変わっていたので普通に使いました。あとカリドフェイスを起動しながら恋声を使うことでさらに CPU に負荷かかるかなと思って処理落ちとか気になったんですけど、ゲームプレイしていて全然気にならない程度に遊べました。ここはね結構びっくりしましたね。ちょっと気になったところで言うと、配信に声が乗った時に VTuber の声が後から聞こえてくるところですかね。こまぎ、はい、いかがだったでしょうか。2回に分けて VTuber になる方法を説明してきました。意外とね簡単に VTuber になれたんじゃないですか。オーディオ設定とかは初めに結構触らなきゃいけないところあるんだけど、一度設定してしまえば、まあ、ずっとね使うことができるので、ぜひチャレンジしてみてください。やっぱり今回はねウェブサイトのねサービスになっているので、パソコンのスペックっていうのがね結構高いもの要求されてしまうんだけど、無料でとりあえず VTuber の体験をしてみたいっていう方はカリドフェイスから始めてみるのはいかがでしょうか。それでは今回の動画は以上になります。これからも配信関連だったりね PS5 の便利な情報っていうのを動画にまとめていきますので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それではまたまたねー。